自転車ツアーです。自転車は宅急便。むちゃくちゃ楽です。今回はのんびりと。たった700メーター。予想通りナイトラン。心配していましたが。リゾートホテル。意外と開放的です。結構見るとこが多く、予定変更。イスラムはアルコールが出ない。ノーバイシクル。中華料理はビールが飲めます。何？エニバイスクル？半端ではない言い出し。駅前で予約入れたホテルが草むらでした。ペナン島までフェリーで渡ります。さすが文明の十字路です。これも世界遺産。我が家はキャノーラ。いい感じです。快適なので逆にがっかり。アジア発見。初めての経験です。超高級ホテル。お気に入り、夕食も。マラッカ環境だ。ここに泊まりました。マラッカの木が見つかりません。川沿いをポタリング。ノーコメント。また中華です。イオンモール。やばい。トイレがない。最近乗せられるようになった。飲みすぎですか？